赤坂さん、緊急出動です。ひなみ沢で乱闘事件発生だそうですよ。了解、現場へ直行しましょう。濃い刑事たちだね。それは褒め言葉ですね、その崎茜さん。その崎組が暗躍するとは何事ですか。金ですか、銃、それとも人聞きの悪いことおいでないよ。こちとらうちの娘の部活に参加するんで急いでるんだ。急ぎすぎてスピード違反ですよね。ほほう、部活にね、狙いは何です。聞けば送った相手の心を奪う素晴らしい宝があるって言うじゃない。古出神社の宝でね、霊剣新たかなすごい効果らしいのよ。ああ、佐藤さんが言ってた縁結びのオットセイとかいうやつですね。ほほう、送った相手がメロンメロンに。そんな不道徳なお宝は警察で押収しないといけませんね。邪魔をする気ならただでは置かないよ。葛西、やっておしまい。よし、はっ、諦め。向こう、そいつは通らない、そいつは通らない、そいつは取り替え、取り替え。これくらい平気、平気。落ち着け、ここが死ぬ。やっ、あいつが死ぬ。はっ、よし、これは頼みましょう。ケージの石、通らないな。お仕事に行ったりしましょう。慣れるわけにはいかない。落ちてやられました。ここが下の話、そういうことは通らないましょう。少し進めましょう。もう一度が過ぎたようだね。にはこうはいきません。やれやれ、少し進めたりしましょう。やはっ、無情な、やはっ、やはっ、ケージを使う。まず少し静かにしましょう。やしやれば、命中戦五段、命中戦五段、命中戦五段。リングの納め時です。少し静かにしろ。そいつは通らない。そいつは通らないな。そいつは取り替え。少し離れしましょう。逃げて。そいつは通らないな。そいつは通らないな。そいつは。落ち着け。ここが道路交通法違反。並びに公務執行妨害の現行犯で逮捕します。赤坂さん。これは何かでかい犯罪の匂いがしますよ。はぁ、大井さんたちもオットセイを狙ってるのかな。かな。はぁ、
飛び入りサンタとは面白いぜ。送った相手がメロメロになるなんてあなたたちには早すぎます。私が預からせてもらいますよ。しかし本当なのかな、眉唾では。そんなことないよ、すっごい効果だった、レナたち見ました。それはますます聞き捨てなりません。さて差し出してもらいますよ。惜しけりゃ優勝することだな。そうすりゃ誰も文句は言わないぜ。でも無理なんだよ、レナたちが優勝してお持ち帰り。ならば強制的に押収させていただきますよ。赤坂さん行きますよ。よし、そいつは通らない。そいつは通らない。そいつは通らない。気になってしまった気がします。いいのかな。いいんですよ、たまには大人の威厳を思い知らせてやらないと。園崎さん、おや姉妹お揃いで。ほう、大石さんじゃないの。ってことは何、今日の部活へ飛び入り参加ってわけ。今日の商品になんだか妙な宝物が用意されていると聞きましてね。妙も何も、あれすごいです。まさに魔法の効果でしたね。佐藤さんの情報も劇的効果と言ってましたが、本当かな。そんな恐ろしい効果があるならますます皆さんには危険ですね。警察で預からせてもらいます。小冗談を、欲しければ我が部のルールに沿って奪ってごらんて。まあ欲しいものはぶちのめして奪えというシンプルイズベストですけどね。赤坂さん、証拠隠滅の恐れがあり、直ちに取り押さえますよ。やったな。
うまくだ。無駄に逆転だ。無駄に逆転だ。まだまだいけ。宇宙船完了。無駄にしますせや。そいつは通らない。それは通りません。無駄だ。それがモテモテのオットセイの正体ですか。クルデ神社の地方ですか。とりあえず子供のおもちゃではありません。フフフフ、私が飛び入り参加で優勝しようと思っていたら。おやおや、入江先生じゃありませんか。ということは先生もなし。赤いオットセイを送れば誰でもメイド参加できる。まさに人類の夢の宝。狙うなというは呼吸するなというに同じですよ、大石さん。そんな心を惑わす宝は地上に必要ありません。私が没収して埋葬します。それにはどうか。やっぱり警察で押収した方が良さそう。警察は足手まといですよ。これは教会からの命による私の仕事です。なっはっはっは。みんながそれぞれに狙ってるとなりゃ仕方ない。彼らのルールにのっとって奪い合おうじゃありませんか。同感ですね。それでは知恵の手参りましょう。世界メイド化計画のために。そんな計画は知りません。とにかく参ります。覚悟なさい。よし、逃がしません。ノーマークだった。ノーマークだしまって。受けられないか。化粧自宅の時間だ。いや、そいつは通らないな。ちょっとこれはどうだよ。はっまだ逃げるぞ。いや、はっそいつは通らないな。結構入ってたまんだった。はっはっはっ。カレー充填率 100%。 これは出る。それは通り、そいつは通らないな。そいつは通らないな。容赦がない。の？ちょっと待って。これはどうだ。油断しすぎてか。これはどうだ。ここで倒れるわ。そいつはと、それかえ、それかえ、一撃で、つべや、ここからが本番ですよ。はい、これはどうです。これはどうです。つべや。
倒れません。クワラスの魔方は人心を惑わず不穏の元凶であることは理解できました。そんなものを野放しにはできませんよ。ささ捜査を続けましょう。なるほどね。鬼ヶ淵村伝説の研究の第一人者、この高野美代のところへ来るのは当然よね。ニバリを聞きします。不わらずの勾玉、その魔力は本当ですか？ええ、本物よ。赤い勾玉を持つ者は白い勾玉を持つ者に心を奪われてしまうの。片思いを成就させてくれる縁結びのお守りってとこだね。ということは、赤い勾玉を女の子に渡せば誰からでもモテモテになれる。モテモテ？そうよ。そのあまりの効果のため、勾玉が地上に現れるたびに血みどろの争いが起こる。なんてことだ。そんな恐ろしい勾玉は早く押収しないと危険です。ところがそうはいかないのよ。私も勾玉を狙っているんだもの。なっ、なら仕方ありませんね。彼らのルールにのっとって決着をつけようじゃありませんか。モテモテのオットセイは私がもらいます。赤坂さん、行きますよ。なんだか報酬の動機がおかしいけど、とりあえずはいいか。よし、そいつは通らない、そいつは通らないな。いや、こんなに、僕の肉体を切腹だ。継承です。僕だよ。そいつは通らないな、そいつは通らないな。どれ、やるじゃないか。そいつは通らないな、そいつは通らないな、そいつは通らない。それは通らない。それはやったわね。まだない。そいつは通ら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 ない。こんなにかすりきる。落ち着け。邪魔よ。そいつは通らないな、そいつは通らないな。ご心配なく。落ち着け。ここが下ネス。そいつは通らないな。まだだ。そいつは通らないな。このくらいならまだ。邪魔よ。おまか。よっ。やったね。
ていかない。さて、マガ様がどこにあるのか発表してもらいますよ。何？フルデリカが持っている？フルデ神社の至宝ですからね。フルデリカが持つのは極めて妥当ですね。赤坂さん読めました。このような宝で大混乱を起こそうとした犯人はフルデリカ。間違いない。さあ行きましょう。緊急逮捕で押収です。モテモテ。付き合わないといけないのかな。新幹線間に合うかな。見つけましたよ、フルデリカさん。あなたを緊急逮捕します。心当たりがちっともなくてニャーニャーなのです。あなたの持つふわらずのマガタマが今日の一連の騒ぎの元凶であることは分かっています。すごい魔力があるそうじゃありませんか。あなたたちには危険です。警察がお預かりしますよ。見るからに怪しいですわね。欲しければ腕ずくでいらっしゃいませですわよ。やはり素直に提出してはくれませんね。リカちゃん、君に聞きたい。そのマガタマをめぐってかつて血みどろの争いが起きたというじゃないか。どうして君はそんな宝を持ち出したんだ。僕のような退屈に飽いた人間にはたまにはこういう暇つぶしも大切なのです。それでもやっていいことと悪いことがあるはずだ。とにかくその宝は君のためにならない。おとなしくこっちへ差し出しなさい。僕のためにはなりましたですよ。その宝をめぐって今日あちこちで争いがあったのにかい。まだわからないのですか。このマガタマのおかげでこうして赤坂が会いに来てくれましたのです。さあさあさあ、欲しければかかってらっしゃいですわよ。言われるまでもありません、赤坂さん。リカちゃん、すけば行くよ。はい、
ですわよ。サトコは残念でしたのです。なでなで、自分の頭もなでなで。これで飛び入り参加の私たちが優勝ですね。参加した覚えもないんですが、なんだかそういうことになりましたね。これでどこのお店に行ってももってもって。元気な人だな。いやー、これもすべて赤坂さんのおかげです。いや、私は何も手伝ってないですよ。戦勝祝いで今夜はパーッといきましょう。このマガタマの力で今夜はきっとモテモテですよ。確かにそのマガタマには不思議な力がありましたね。ちょっと立ち寄っただけの沖宮だったのに、こんなにも賑やかに過ごしてしまいました。どんな魔法も要は人間次第なのかもしれません。惑わされる人々にもたらされれば恐ろしいことになるし、そうでない人々にとっては幸福を呼び込むこともあるのかもしれません。今日はおごりますよ。さあさあ、沖ノ宮銀座へ繰り出しましょう。で、あー、新幹線の時間が。いいじゃないですか、明日の自由席で帰れば。そういうわけにはいきません。本番中に帰らないと幸恵に怒られます。男が奥さんに怯えてるようじゃみっともない。男同士の友情で酒を酌み交わそうじゃないですか。そういうわけにはいかないんです。本当、タクシーいないかな。そんな赤坂さんの背中には赤い方のオットセイさんをピタッ。ああ、ねえ赤坂さん、男同士の友情の方が大切でしょう。その通りっす。大石さんとの友情もないがしろにしててすみませんでした。さあさあ、沖ノ宮銀座へ繰り出しましょう。赤坂さんはもともとモテますし、私もオットセイのおかげでモテモテ。さあ、ダブってモテモテになりましょう。おお。で、明日赤坂は雪江に電話でいっぱい怒られるのでした。みぱーん。